はい、ということで低温温泉、水がブンと出るね。出てるね。これ川でしょ。ここはこっちが温泉、こっちが温泉で、でこの柵前で結構写真撮ってんだよね。あの岩場の方にとりあえず行くだけ行ってみましょう。結構これ遠いね、岩場まで。あの赤い岩がね、もう特徴的だったから多分。あっつあい、でも波の音がめっちゃ気持ちいいけど、めっちゃ暑い。多分ゾノが来たの、でも8月だったのかな、9月だったのかな。でも夏頃だと思うんだよね。砂浜は結構ね白いですね。うん。ああこの辺だね、多分ね。具体的な場所までは特定しづらいけど。この岩場ですね、間違いなく。ほら。なんか洞窟みたいになってた。ちょっと中入ります。あ、ここですね。あの三角があって。こういう風に岩肌が結構出てるんで、これのどこかなのかがわからないですね。こっちだと左右が逆になっちゃうんだよね。こういう角度なんだよ、波打ち際を考えれば。だからどっかこの辺だと思うんだけどな。さあ岩場から戻るとですね、温泉の方に入ろうと思うわけですけども、こちらの低温温泉はテーモオペラ王っていうね、馬知ってる方は知ってると思うんですけど、そこの馬の馬主さんが掘り当てた温泉ということで、かなりですね、なんかハンドメイド感の強いワイルドな温泉という感じでございましてね、母屋がこんな感じで、中も本当に手作り感満載でございまして、ね、ここではね結構写真がね撮られてますんで、全く同じお風呂に入れると思うとちょっとテンション上がるかな。これが源泉ですね。いやいや、すごいこの源泉。これあれなんだね、詰まっちゃうんだろうね。この石灰ナトリウムが相当入ってるから、こうやってサンゴのようなものが出てくる。何度源泉は44度、ちょっと暑いね。もうね、めっちゃ手作り感の強い温泉なんですけど、でもね、温泉の泉質は良かった、うん、結構サラッとしてて、もっと俺ヌメッとしてるタイプかと思ったけど、ナトリウム泉ってやつですね、俗に。で、結構濁りが強くて、鍾乳化がすごかったね、うん、ちょっと深いかと思って、うんうん、ズボってなって、あ、俺もズボってなって一瞬焦ったけど、濁ってるんで深さ注意ね。そう、うん、それはすごく思った。一応ね、うん、確認しながら降りたけど、本当にで、ね、掘ったて小屋だから、うん、天井に段ボール貼って日よけ作ったんだって、うん、なんかうわー本当に手作りなんだ、うん、で1人500円ですね、うん、はいはい、でもいい温泉ではありました。極熱の季節に来るところではないのは分かってるんで、この暑さの割には、うん、温度調節してくれてたのかな。じゃあちょうどよかったね。ちょうどよかった。水風呂が横にあって、それがちょうどよかったね。ちょうどよかった。うん、汗流すには逆にいいのかなと思ったり、こうちょっと疲れたところでね。で、もう今もう1時過ぎちゃってて、で昼ご飯食べてないんですよ。はい、ということで、低温泉からさらに、北道をずっと戻ってですね、
北上をしていきますと、見えてくるのがこちらの建物になりますということで、道の駅たる水浜平ですね。もう本当にいろんな豊富な、ね、お土産が売っておりましたよ。これご当地キャラのタルタルちゃん、ね、でここでねレストランじゃなくて惣菜を買いました。はい、じゃあ昼飯です。ちょっと遅いですけど。ブリー。いいんじゃない？いいんじゃない？多分。ではいただきます。はい、うまかった。美味しかった。